サイレントヒルワークスマニアックチャンネルへようこそ。はい、今日は昨日のマフラーの続き、はい、液パイ作ります。もうこれね、曲げました、端折りました。もう動画はで、今日はね、これを取り付けてというか、まあ、溶接して、どこまでマフラーエンドをね、どこまでやろうかっていうとこまでやろうかなと思ってます。エンドどうしましょうかね、悩みますけど、まあやらないことには先に進まないんで、はい、液パイを作っていこうと思います。ということでよろしくどうぞ。ちょうどこの位置だとこれがねぴったりな感じになりそうなんで、ちょっと合わせてみましょう。あ、固定できないか。どうしようかな。ちょうどいい感じでこのまままっすぐつけちゃえば、通りもそのままいいな。これで、ちょっと固定して、やってみますね、これで。あ、これでいけそうだな。こんな感じ。ちょっとわかりづらいですけど。これで一回ちょっとね、溶接しちゃいますね、ここで。あ、これ、ちょうど角度もいいな。はい、今から溶接やっていきます。点付けして、本ちゃんは外してっていう感じでやります。ある程度ね、点付けしておけば。これ360で、もうね、溶接したとこ削っちゃったんですけど、これからね、磨いていこうと思います。あのね、最初この360で、で今度ね600で磨く感じで、600でもね、だいぶね光るんですよ、こうやって。で次、旋盤でね、旋盤で磨いてたらね、磨いてくそばからね、もう光っちゃうんですけど、そうするとね、爆書きするとき楽なんですよね、これね。
光っちゃったでしょ、ここ溶接したとこ。これをやって最後バフ掛けすればもうピッカピカ、溶接したところがねもう分かんなくなるっていう。よいしょ、こんな感じね。どこだ溶接したとこ、ここか、ここですね。でこれで爆上げしちゃいます。青棒じゃなくて白棒を使います、これね。今回これで磨いちゃえば、完成。ピカピカでしょこれ。なんでステンレスにするかっていうと、あのねメッキ高いんです。はい、だったらステンレス作っちゃった方が面倒くさくないっていうか、お金かかんないんでステンレス作ってます。ただそれだけのことです。はい、もうねメッキやってくれるところも少なくなっちゃったんで、まあ、ステンだとね錆びないっていうのも利点なんで、まあ、ステン使ってるっていう理由もその一つなんですけど、まあ、とにかくメッキが高いという。はい、ね錆びちゃうしね、メッキだと。まあ、ステンは錆びないんでその点はいいいかなと思います。で溶接、まあ、半自動なんだろうな、100、よくね100ボルトの溶接機を買いました、これからカスタムの幅が広がりますなんていう方たまにいるんですけど、次もうその溶接機でなんていうのかな、これ作りましたとか、こんなのやりましたっていう投稿、はい、ほぼ見たことないです。っていうのもね、よくアストロとかで売ってる100ボルトの溶接機あるじゃないですか、あれら。普通に家の電源で溶接できると思ったら大間違いなんですよ。電圧、家の電圧ってアンペアあるでしょ、あれがね低いと溶接機発揮できないですね、バチバチバチが。だから昇降機、トランスつけて電圧上げるとかそういうことしないと大体溶接機無駄になります。でガンズガレージのカズさんいるでしょ、棒で溶接するんですけどめっちゃうまいですあの人。それでもね家の多分昇降機トランスつけてないと思うんだよな。やり方次第ではねめちゃめちゃうまくできるんですよ、100ボルトでも。はい、皆さんねちょっと溶接機会があったらやってみてもらいたいなと思います。はい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 、できました。こっからずっと来てます。はい、そして後ろがここまで、まあ液パイなんでね、どこで切るかは後ろのマフラーエンドができてから決めたいなと思います。あとこれがちょうどね少し下げればジョッキシフトのねこれが変わる、いっぱいギリギリでした。ちょうどフレームにも当たってません。はい、いい感じで通りが出たんじゃないかなと思います。今日の動画はここまでですね。
はい、今回は、役に立たない、キパイの溶接の動画でした。で、さっき、言ったと思うんですけど、溶接、うちはね、三相動力がね、入ってるんで、工場で使うような溶接機と全く同じのが、何台かあります。で、普通の人だとね、やっぱりね、100ボルトで溶接したいなっていう方もいると思うんですけど、昇降機やっぱトランスつけないと、溶接できないんですよ。鳩のクソみたいになっちゃうんで。で、もう一つは、200の単相だったら、やっぱオール電化でね、オール電化は大体200の単相なんで、その200の単相で、溶接機、200の単相用の溶接機が売ってます。それがね、スズキットってところから、ノンガスワイヤーの、ガスがいらないやつね。ワイヤーにフラックスがついてる。もうガスの代わりにフラックスがついてるやつがあるんで、それで、200の単相でやるのであれば、十分いけるんじゃないかなと思います。はい。まあ、スズキットのね、僕、回し物じゃないですけど、一度ね、僕ね、使ったことあるんですよ。意外にね、使えます、あれは。はい。200、そうですね。カスタムの幅が広がるんじゃないかなと思うんで、ぜひね、皆さん、お金がある人は、ぜひ、チャレンジしてみてください。ということで、今回は役に立たない液パイの動画でした。ありがとうございました。